車大好き僕のラジオコミュニケーション向上。皆さんご機嫌いかがでしょうか。クルーズソフトです。2月3日日曜日午後6時を回りました。節分でございます。豆まきとね、これからまあ夕飯って方もいらっしゃると思うので、恵方巻きね、で無言で、ね、特定の方向に向いて食べるということをねする方も多いのかなと思いますけども、願い事とかね、1年のねこう健康を願ったりとか、そういうね願いが叶ったりとかっていうね、まあいい文化というか、すごくね日本らしい優しい文化ですよね。それをねこうね太巻き食べながらやるって言うんだから、ちょっと外国人には理解できない。私も未だになんか自分でやっててもなんかこれなんだこれってね、もう科学的には全く証明できない、まあ、事象だなと思うんですけども、まあ一応やってますけれどもね、まあ、こういったね、あれだね、こう別に科学で説明できなくてもさ、なんか楽しいなとか、みんなでワイワイできるものっていうのはあまり考えずにやったら楽しいよね。というわけでね、今週はねまたニュースがいっぱいあるんだな。このね、先ほど私が叫んだねコミュニケーション向上って、これねどっかの会社が出してきたね新しいねこう対策なんですよ。笑っちゃいますね。思いっきりねこういうのはもう小学生に考えてもらったらいいんじゃないかな。小学生の方がねよっぽど気の利いたこと言えるなっていうふうに思いました。ということで早速参りましょう。この1週間の自動車ニュースフラッシュ。まずはじめに1月28日の月曜日ですね、この日スバルがねパワーステアリングの、ね、作動不良を受けて一時的に操業停止していた群馬製作所、こちらの工場を稼働再開したということが発表されました。次の日の1月29日の火曜日、中国政府ですね、自動車を柱とする消費刺激策を発表ということで、排ガスの、ね、規制のこう強化ですとか、まあ、農村での小型車への買い替えっていうのに補助金を支給しまして、中古取引でも減税するということで、中国ね車を売るために今中国経済がね下向きになってきましたので、車でね何度かカンフル剤入れていくようですね。あとこの日アルプスアルパインですね、昔のアルパインですね、アルプスの資本入りましたけども、こちらがですね決算発表がありまして、2019年3月期の連結純利益が前期比の 49% 減ということになりまして、やはりですねこうスマートフォンですとか自動車向けの電子部品というの販売が落ち込んでまして、スマホの影響があるんでしょうね。なので、まあ、従来予想の109条件下回るということで、どうもどうも元気がなくなってしまっております。1月30日の水曜日、こちらの日、この日にですね自動車大手の2018年の世界販売実績が出揃いましたということで、結果後ほどお伝えいたします。あと日産自動車の元会長のカルロス・ゴーン被告ですね、東京拘置所での日本経済新聞社の、ね、インタビュー、これ、逮捕後初のインタビューですよね。こちらがね日経の方がインタビューに応じたということが報じられてまして、速報ありましたね。私もね熟読させていただきましたが、思ったより元気な、ね、印象でしたけども、でやっぱり無罪を、ね、主張されているということで、ゴーンさんのこの記事だけ、このインタビューだけ読んだ限りだと、やっぱりねどうも謎が多いというか、日産が全く知らなかった日産の幹部層とか、いろんなねやっぱ一人ができることって限られてるんでね、なんかまだまだ裏があるなと、これやっぱ日産の方の、ね、問題も大きいんじゃないかっていうことがね、ちょっと垣間見えてしまった感じがいたしますと。あとあけぼのブレーキ工業ですね、私的整理の一つである事業再生 ADR、 これ裁判以外の紛争解決っていうのをやるね、こちらを使って再建を目指すということを発表しております。アメリカの事業の、ね、不振が経営を圧迫してしまったようですけども、この会社ねいいブレーキいっぱい作ってるのにね、去年もなんかねブレーキの構造とかすごく見直して、今までのブレーキとは全く違うっていうねブレーキ作って、これからの、ね、EV に普及できるんじゃないかって、製品すごく良かったんだけども、不適切会計だったりね、まあ、今回のこの何アメリカ事業の不振だとかね、GM だからなんか失注しちゃったんだよね、それなもんですから、経営陣のね毎度危なっかしいというかね、あけぼのブレーキ工業、私も株持ってましたけど、今は全部手放してしまいましたけども、どうもね危なっかしい会社ですね。ということで今回再生を目指すということを発表しております。あとスバルが感染者検査のね問題に関する新たな再発防止策を国土交通省に提出したということで、これがね先ほど私が叫んだコミュニケーション向上に該当します。後ほどお伝えいたします。あと資源エネルギー庁がねこの日28日時点、この30日の日に28日時点のレギュラーガソリンの店頭価格を発表しておりますということで、前週に比べて 0.4 円高い、1リットル当たり 142.9 円ということでね、値上がり自体が、
去年の10月下旬以来の 3ヶ月ぶりということなんで、まあ、ずっとねガソリン下落してたんですけども、いよいよまあ下げ止まったなという感じですね。なので、まあ、ちょっと今週ガソリン入れた人だとちょっと高くなったかなっていう感想があったかもしれません。あと BMW 株式会社ですね、新型3シリーズの先行予約を開始しましたということで、発売自体はね3月9日かららしいんですけれども、3シリーズ新型ですよということで、昔はさ3シリーズってもうちょっとさ安っぽかったんだけど、今3シリーズでもさかなり迫力のある顔で、あの裾野っていうのかな、その下のグレードの車に対してもお金のかかってる度が半端じゃないなっていうか、本当昔の3シリーズってね、あのやっぱ頂点が7でね、3っていうのは廉価版だったんだけど、今3シリーズはねそういう位置づけじゃないね、かなり力が入ってますね。で、まあ、顔面のね迫力もさることながら、まあ、先進のね運転支援システムも入ってますよということで、3シリーズ良さそうですね。あとこの日はマツダの CX-8 がね、国内3列シート SUV 市場ということで、このねかなりニッチなんですけどもね、こちらで1位を取りましたと、2018年販売台数1位ですということを獲得したということを発表しております。1月31日の木曜日、この日ホンダ技研がですね、ベゼルに新グレードのツーリングホンダセンシングというのを追加しまして発売を開始してますと、まあ、センシングはさておきまして、まあ、ベゼルとしては初採用となる 1.5 リッター VTEC ターボエンジン搭載、こちらの方が私としてはね面白いかなと、魅力的かなと思いますけど、 VTEC が搭載されたベゼル出ましたよということで、あのボディでね、まあ、1.5 の VTEC、まあ、どれぐらい回るか知らないですけども、フィーリングとしてはやっぱりねかなりキビキビと走っていいんじゃないかなと、楽しい車なんだろうなって気がいたします。あとベントレーモーターズがねコンチネンタル GT コンバーチブルの日本導入を発表しております。デリバリー自体は2019年の夏となっておりますと。あとはスバルがね2月7日から開催されるシカゴオートショーにおきまして、新型レガシーのね、まあ、北米仕様ですけども、まあ、こちら世界初公開すると発表しておりますと。現時点で公開されているティザー画像は2枚なんですね。でそのうちの、まあエクステリアとインテリアなんですけども、インテリアはね縦型ディスプレイがこうねガーンと入ってて、まあ言ってみたらテスラとか、あの新型のプリウスとかのプリウス PHEV とかのやつ、あんな感じのこうねモニターがバーンと入ってる感じなんで、レガシーもね、まあ、スバルもこういう内装を取り入れるんだっていうことで、まあ、大きなね変わり目なのかなって気がいたしましたね。あと JVC ケンウッド、まあ、国内でまあナビ作ってるのすごい少ないんですけども、 JVC ケンウッド、先ほどのねアルプスアルパインは結構ズタボロにやられてましたけども、ケンウッドのね JVC ケンウッドの方はオートモーティブ事業の好調などにより増収増益ということで、かなりね、二極化分かれましたね。あとはそれに引き換えましてね、パイオニアなんてもうひどいですよね。北海道弁で言うとワヤっていう感じです。もうひどいワヤな状況ですけども、まあ、昨日、おとといぐらいの私のところにもね、パイオニア株式会社からね、まあ、書類が届きましたけども、まあまあ、ひどいですね。ひどいというか、まあ、こういう話だなっていうのは、去年とかから知ってたんですけども、まあ、決まるみたいなんで、まあ、まあ、切り返していきたいなと思いますと。で、2月1日の金曜日ですね、三菱自動車が2018年の4から12月期の第3四半期累計の連結決算を発表しておりますと。で、この決算発表会の中で、2018年度中なので、まあ、3月までなんだよね、3月までに発売を予定している新型デリカの D5 の事前予約が1月末時点で4200台を超えたということを明らかにしております。やはり新しいデリカ、顔面がかなり、ね、縦型のライトが入ったりとかして、まあ、デリカファンには、ね、待ちに待ってたのかなということがあるのでね、非常に人気みたいですね。まあ、待ちで見るのが楽しみだなと思います。あとトヨタとソフトバンクがねモネテクノロジーズに出資するということを発表してましたね。モネテクノロジーズ、何やってる会社かっていうと、配車サービスなのかな、地域連携型のオンデマンド交通とか企業向けのシャトルサービスとかって、こういうね自治体とかに売り込んでいくのが得意な会社みたいなんですけども、まあ本当に移動のね、進化ということを狙ってなんですかね、トヨタとソフトバンクが出資しますよと。で、あとトヨタ自動車、この日ね2月1日はトヨタ自動車など日本車メーカー6社が1月のアメリカ新車販売台数を発表していますということで、全体としてはね前年同月比の 7.4% 減少ということで、アメリカでね日本車の新車は売れてませんということがね結構明確になってしまって、 7.4% も減少してしまったということで、セダンがねどうしても販売不振なんですよということで、日産とか、まあ、トヨタもですけどね、マツダも含めて2倍近く販売台数減らしちゃいましたということなんですけどもね、1社だけね元気なところがある、北米で、まあ北米で人気あるメーカーって結構スバルがね、SUV が得意なんだよね。なので、まあ、スバルだけは、
ね、前年実績を上回りましたという感じらしいですね。アスバルとあと他の何社かもね、3社ぐらいは前年実績上回ったそうですけども、全体としては 7.4% 下がってますと。でちなみにアメリカのね、全米自動車ディーラー協会としては2019年、これからのね、年の2019年、アメリカの新車販売台数は 2.7% 減少するんじゃないかということを予想していますということで、世界的に車が売れない時代になってきてますよというのが色濃く出た、こんな1週間でございましたけれども、さあさあもうだいぶニュースが多くてね、もうこの時点で結構時間オーバーとか、時間がねもう残り少なくなってきちゃいましたけども、まあ、あの三菱自動車が決算発表ということでね、この三菱ね、ちょっと前まではさ、あの2016年の燃費データ不正とかでね、虚偽データ報告とかね、いろいろあってね、もう最悪のもんね、地にね、地獄でしたけども、三菱はもうね、業績も回復しちゃってさ、売上高なんてさ、18.2% 増だとかさ、営業利益はね、31.7% 増だとかって言って、三菱自動車はね、結構調子いいんですわ。でも、あの時のね、悪いイメージはもう、なんかね、不思議だよね、時が経つとみんな忘れちゃうんだなっていうことでね、ただ、悪い時もね、長続きしないけど、いい時も長続きしないんだよねっていうことを、改めてこの三菱のね、決算を見まして、私はそんな感じをね、いたしましたと。いうことですね。あと、まあ、スバルね、感染者検査のさ、不正問題に対する改善点、再発防止策を国交省に、ね、提出したの。でね、これがね、どんなことを提出したかっていうとね、検査課の課長級と検査員が定期的に面談して改善点を洗い出し、設備投資などに反映するということを、ね、明記しましたということでね、まあ、定期的にね、こう課長級と検査員がね、まあ、お話ししたりとかしてね、経営層と、まあ、管理層とかのね、コミュニケーションを向上していきましょうみたいなことが書いてあるわけ。その課長級が検査員と定期面談しますよと、あとは管理職と作業員らとの相談会の設定を検討するみたいなね、これまあ子供じゃないんだからと思いましたけどね、これよっぽどさ、本当小学生に考えさせた方がね、いい案が出るんじゃないかなと。あの検査員のね、休憩所の充実を図りますよとか、不具合が見つかった時に上司を呼び出す設備をつけるとかっていう、こういうのなんかね、私はこれはいいと思うんですね。やっぱ休憩所とかってね、本当ね、あのひどい工場とかって休憩所がね、もうね、分煙化されてないっていうのは最近はないんでしょうけども、もうね、こう汚くてね、とてもこんなところで休めるかみたいなところもね、あるんでね、こういうところは施設充実化してほしいですし、まあ、熟練検査員のね、配置するっていうのも、これはとてもいいと思う。だけどね、コミュニケーションの向上だとか言って、こんなのさ、達成できるわけないじゃないですか。ね。だってさ、小学校だってさ、ね、朝来たらおはようございますってね、今日は挨拶をしようとね、あの帰るときね、さよならって言いましょうってさ、ね、言うじゃない。そういう目標を作るじゃない。会社なんてね、こんなでかい会社なんてね、多分挨拶しないやつがゴロゴロいますよ。なので、ね、まずは本当にね、どっかの小学生にさ、習ってさ、朝は挨拶しましょうって、ね、朝来たらおはようございますって、ね、みんなに言えっつうのね、そういう会社を作ってほしいなと私は思いますね。というわけで、この1週間の自動車のニュースでした。車大好き、僕のラジオ。はい、ここからはね、3列シートの SUV、こちらのお話をしたいと思います。こちらのお話の前にね、ちょっと拾っていかなきゃいけないことがありまして、先ほどのニュースの時にね、あの自動車大手のね、2018年の世界販売実績出揃いましたということで、詳しくは後ほどなんて言ってたんですけど、ちょっとすっかり言うの忘れてたんでね、実績出揃いまして、フォルクスワーゲングループですね、こちらの方が、世界、まあ、一番首位と、3年連続で首位ですよということで、1083万台ということでね。で2位がね、ルノー日産三菱連合、こちらがですね、まあ、数字出てきまして1075万台で2位でしたということで、この前までね、これが出てなかったんだよね、ルノーグループ、このルノー日産連合がね。でトヨタ自動車が 2.0% 増の1059万台で3位でしたということで、トヨタはね、一時期はね、1位の時代もあったんですけども、今ではね、このフォルクスワーゲングループと、まあ、ルノー日産三菱連合と、まあ、トヨタということで、こういう順番になりましたということでね、昨年の世界販売実績、このような結果でございましたというわけで、さあ今回のお話の3列シートの SUV のね、本題に移りたいと思いますけども、今週ね、あのマツダの CX-8 が国内3列シート SUV 市場において、2018年販売台数第1位、まあ、36,79台ですって、こちらをね、車売りましたということで、1位を獲得しましたということが発表されましたということで、かなりね、ニッチな領域の1位かなとは思うんですけども、
私ね、恥ずかしながらこのニュースを見たときに3列シートの SUV 市場っていうのがね、あんまり頭に思い描けなかったの。3列シートの SUV ってね、レクサスの RX とって思い描いてね、あんまりレクサスの RX 以外ね、頭に出てこなかったのね。で、皆様はどうでしょう、3列シートを持つ代表的な SUV、 あの国産車ね、日本国内の車でね、まあ、今売ってる車ってことですけども、3列シートを持つこの SUV、ね、どんな車、どれぐらい上げることができますかね。ちょっと考えてみてください。ポン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 とね、まあ、3、4台出てきたあなた、大したもんですね。私はね、恥ずかしながらレクサス RX とそれぐらいしか出てこなかったですけどね、地味にね、いっぱい、いや、それいっぱいあるよね。だってこの中の市場で1位だっつってんだからさ、ね、2台しかなかったらね、そんな1位もクソもないと思うんだけどね。で、まあ、まあ、もちろん CX-8 が1位なら CX-8 ですよと。で、今私が言ったレクサスの RX も3列目ありますよと。あとね、エクストレイル、あと先日発表されたばかりのホンダ CR-V、あとはアウトランダー、三菱ね、あとレクサスの LX、 LX があるんだったらランドクルーザーもありますと。でね、ランドクルーザープラドも3列目あるんだね。僕プラドなんかないと思ってたけど、あるんだね。ちょっとびっくりしちゃったけどもね、まあ、こういった車がね、3列シート車がラインナップ SUV であるんですけれども、まあ、この中で CX-8 が1位になりましたということでね、まあ、これ結構大したもんですよね。 CX-8 の魅力ってそのやっぱデザインもちょっと日本車離れしたね、あのかなりスタイリッシュなデザインですし、色もね、まあ、美しいですね。あと G ベクタリングコントロールですか、こうコーナーリングの時の、ね、G を制御するとかそういうやつがついてますし、まあ、商品としても、ね、魅力ありますしね。 CX-5 とかも売れましたから、まあ、そこからのね、次は CX-8 買うかってい う, こう、ね、既存の顧客もうまく取り込んでるのかなって気がしますので、あの CX-8 私は、ね、かねてから三菱じゃないや、まあ、マツダの販売台数とかこの数字に対してはね、ちょっと嘘くさいんじゃないかなって思ってきてましたけど、まあ、今回1位ということでね、これはまあ素直に信じたいなと思うんですけども、ね、CX-8 が1位でしたということで、まあ、3列目のシートですけども、やっぱりね、この SUV の3列目ってさ、やっぱ狭いイメージがありますよね。まあ、もちろんね、仕方ないんだよね。 SUV の3列目ってさ、燃料タンクがさ下にあるからさ、どうしても持ち上がっちゃってるよね。ヒップアップとか持ち上がっちゃってるのでね。なのでこう実際座った時にね、こう床からこうお尻の位置っていうのは座面までの位置がね、こうすごく近いと、高さがあんまない、取れないので、3列目シートにこう大人が座るとね、こう窮屈で、まあ、体育座りとまではいかないけども、まあ、結構近いぐらいになってしまって、膝がこう大きく持ち上がっちゃってね、とてもじゃないけども長距離移動するのは厳しいなと、ね、いう感じな印象ですけども、まあ、その印象ね、まだね、間違ってないと思う。やっぱ座面の位置はね、非常に近いけども、でもなんか座ってる男性とかの絵を見ると、確かにその昔のイメージよりは若干座りやすいのかな、まあ、使えなくないのかなと。まあ、座ってもね、レクサス RX の CM とかでもね、外国人の人が、ね、7人乗ってなんかこうね、こう気軽にさ、こうイエーイみたいなこと言いながら走ってる姿とかね、結構楽しそうですけどもね、まあ、あれだけの使い方するのがどれぐらいね、1年間でシーンがあるか知らないですけども、でも3列目っていうのは確かに、ね、居住性は上がってるんですね。ただミニバンみたいにさ、ミニバンってこうフラットだから、ミニバンは床が、ま、そこフラットだからさ、全然ミニバンの3列目とは全然勝負にならないと思う。3列目だけだっつったら絶対ミニバンの方が、居住性はいいと。だけどミニバンにはない、やっぱ SUV で車高がね高いから、こう悪路も走れるしね、特に北海道の冬、今なんてひどいよ、もう道ガタガタだしね、ツルツルだしね、幹線道路は全然 OK だけど、ひとたびね雪降って除雪が追いついてない、こう脇道なんか入った日にはね、もうタクシーなんかガンガン埋まってますしね、こういう時はやっぱ SUV の 4WD がいいなと、もう四駆じゃないとダメだなっていうのを本当にね痛感する、瞬間ですけども、なんで SUV はね3列目あんなにこう燃料タンク下にあるんだったら、ミニバンだってさ燃料タンクあるんだからさ、ミニバンだって3列目は狭くなって当然じゃないかとね。ミニバンの燃料タンクは一体どこにあるんだということをね、質問に思う方もいらっしゃると思うんですけども、ミニバンのねこう燃料タンク、さあどこにあるでしょう。 SUV は、まあ、3列目シートの下あたりにありましたと。だいたい車のね位置ってそこに燃料タンクついてるんだけども、じゃあねこのねミニバンどこですかって、ミニバンはねお腹のところ、床下に配置してるケースが多いんだよね。すごい薄型、超扁平というか薄型、超薄型の燃料タンクをこうお腹のところに、ね、ペーンとくっついてるんですよ。でそこに、まあ、ハイブリッドなんかはバッテリーなんかも搭載してて、まあ、それでこうフラットな、ね、感じを、フラットの
フラット構造にして、まあ、3列目もね、あのまあ居住空間が取れるようになってるんですけども、まあ、そういった形でね、この SUV の3列市場、まあ、メーカーがね作り出した僕はあの、まあ、偶像というか、まあ、売り出しポイントを決してそんなに使うシーンはないけど、メーカーとしては SUV を売っていく中で3列目シートを売りにしてっていう、こういうなんていうのかな、風潮だったり、まあ、流行を作り出してるのかなと、まあ、営業マンを主体としてね作り出してる、まあ、一つの、ねまあ、営業キーワードかなと僕は思ってるんですけども、どうやら3列 SUV のね持ってる車、 SUV の車すごく人気があるみたいなんでね、ぜひこれから SUV の3列目注目してみてください。今週は、3列シート SUV のお話でした。はい、それではエンディングになります。今日がね2月最初のラジオでしたということですけども、私はねあの月に1回ぐらいね髪を切りにね美容室行くんですよね。でその美容師さんね、あの男性の方なんですけどもね、車がとっても好きなのね。で車の趣味がすごく合うわけで、まあ、その方といつもね1時間べったりも車の話をして、帰ってくるわけなんですけどもね、今度行くときはねパーマかけるんで2時間3時間ぐらいはねずっと多分車の話してんだなと思うんですけども、本当にね車の話をね Y さんなんですけどもね、すごく Y さんにはいつも車の話をして楽しい情報とかねいろいろ聞かせていただいてね楽しんでるんですけどもね、最近ねその話しててね私の心境に変化があることに気がつきましてね、あのウインカーなんですけどね、あの流れない方がかっこいいんじゃないかというところにねどうも気持ちがね傾いてきてしまいましたね。あの流れててもいいけども、まあ、どっちでもいいんですけどね、あのあんまりこだわりがなくなりましたね。一時はやっぱりウインカーは流れててほしいなって、こうシーケンシャルウインカーに憧れたんですけども、まあ、流れるならさ長距離流れるとね、サンマルアルファードのリアみたく短い距離をねちまちま流れてもねあれはないわと、あれはガサいなと思ったんですけども、あの流れるウインカーね、あのやっぱベンツとかも採用されてなかったり、まあ、アウディがガンガン採用されてますし、まあ、最近の車はねレクサスとかもバンバン流れてますけども、やっぱちょっと下品かなっていうのと、あんまいらないなっていうのと、あれなんかちょっとね結構両極端に意見分かれるかもしれないですね。私なんかミーハーなんで最初はね流れてってほしいなって思ったけども、どうやら最近ね気持ちが変わってきましたというところなんですけども、でもね一つ最近見てて面白いのは、前の車がね流れるウインカーだったりとかすると結構流れてるのをよく見てるんですけどね、あのちょっとね一番最後につく LED あるじゃないですか、流れた一番先の LED、あれなんかね流れ始めから点灯してるやつらはねこうなあの点灯してる時間も長いんだけども、一番最後のやつなんてさもうちょっと点灯したらすぐ消えちゃうわけ。でも光ることがね仕事でこの世に生まれてきた LED なのにもかかわらず、大してね光れずに一瞬で消えちゃうわけで、そのためにこの世の中に生まれてきたんだなと思ったらね、そのね一番最後の LED の玉がねなんとも愛おしく思えてきちゃってね、最近だから本当シーケンシャルウィンカー見るときに一番最後の玉がピカッて光ってすぐ消える、その一瞬消えるところに、まあ、彼の仕事っぷりっていうのかな、一瞬だけつくその彼の仕事っぷりに感銘を受けてるとか、もうねいい仕事してるなと、君がもしピカッて光って一瞬光って消えない限り綺麗に流れたように見えないんだというところでね、かなりそのね目に焼き付けて彼の仕事っぷりをねすごく注目しておりますというね、かなりマニアックな車の楽しみ方をしております。今週のスケジュール確認しますと、2月6日ですか、水曜日にね社名別新車販売台数ランキングがありますね。こちらでね、どうでしょう、最近ね軽自動車がベスト5独占なんで、なんとかね普通車も頑張ってほしいなと、特に日産ノートとアクアがね、まあ、有望なのかな入ってくるとしたらね、その2台に頑張っていただきたいなと思っております。今週も聞いてくださいましてありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。クルーズソフトでした。